タルタオ島西海岸、タルタオ島は、太陽国サトゥーン県のマレーシア国境にほど近い、タルタオ海洋国立公園最大の島である。南北に2 6トル、東西に1 1トルの広さを持ち、タイ国内やアンダマン海周辺で最も、手付け数の自然が残る。島の名は、マレー語で、古い、原始的を意味する。島を南北に貫く、コンクリート舗装路があるが、 地形は、起伏が多く500メートルを超えるいくつかの山々が広がる。最も高い地点は713メートルあり、島の大部分は密生した原生林のジャングルで覆われ、マングローブと石灰岩の崖が、海岸の大部分を囲んでいる。西海岸は、古くからの亀の産卵場所である、長く広い白浜を持つ。ラングールやカニクイザルと野生の豚が島に多く、生息している。 島の西部にあるアオサンビーチは4キロメートル以上の長さで幅は2 0 0ルを超える。タルタオ島の東側は沖合20以上の小さな島と石灰岩のカルストの小島に囲まれている。太陽国領のタルタオ島とマレーシア領のランカウイ島の間にはチンチン海峡が通っている。島の東側に位置する旧刑務所の近くの桟橋と 高さ30メートルの石灰岩の絶壁、タルタオ島は歴史的に重要な場所である。1938から1948年にラーマ7世の息子、シティポーングリダガンを含む3000人以上のタイの刑事上、政治上の犯罪者がここで収監されていた。第二次世界大戦の間、本土からの食料と医薬品の供給は滞り、そして、 多くの囚人はマラリアで死亡した。生き残った囚人や警備員の多くは近くのマラッカ海峡の海賊になったが、後の1951年にイギリス軍によって討伐された。2002年、アメリカ CBS のバラエティ番組サバイバーの撮影場所として島が使用された。2013年8月16日掲載の英字日刊紙バンコックポストの社説は、 人身売買のギャングが奴隷として売り渡す前の身の代金の供養を目的としてイスラム教徒のロヒンギャボートピープルを投獄するために島の南端を使っていたと報じた。ありがとうございます。